演舞開演。どうも、本日はこちらローソンの黒ごまときな粉のわばっちを食べたいと思います。黒ごまか、大学校とかで食べたことあるのに、あるけど、これがデザートってなんか珍しいって言ってもらえない。そうでもないか、何違う。では、いただきます。なるほど、そういうパフェなんですね。黒ごまもきな粉もそれぞれの香ばしさがあって、その香ばしさ同士がぶつかり合って、より香ばしい風味が口の中に広がって、とっても美味しかったです。甘さは控えめなので、甘さよりも香ばしさを求める人におすすめのパフェですね。ちょっと意外な感じがします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。